守るという字に行きますね。まず浮かん無理を、縦を短く書いたら必ず右を広くで持っていってください。抜きます。この浮かん無理の冠の長さとだいたい同じぐらい、似通った長さで伏せる位置を書きます。そしたらこの線の右寄りからこの横の線のだいたい同じぐらいかな、かちょっと短めぐらいで抜きます。そしたらこの中に収まるように点を少し上に書いてください。